はい、こんにちは。まえチャンネル前原でございます。はい、今日はこちらでございますね。ホットトイズムービーマスターピースのダース・ベイダーです。いやー、これね、知る人ぞ知る、スター・ウォーズのフィギュアなんですけれども、6分の1スケールで結構大きめなんですね。かなりクオリティが高い上にお値段も高いです。ちなみにこのダース・ベイダーはエピソード4の仕様ですね。まもなくね、ローガンが公開ということなので買ってみました。じゃあ開けてみましょう。これまで買ったフィギュアの中で一番高いですよ、これ。じゃあ行きます。よいしょ、どこい。あー、まだか。行きますよ、ペロンと行きます。せーの、はい。おお、わかりにくい。おお、すごい。おお、うわ、すげえ。あ、マント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 、すげえ布。うわ、重り入ってる。これすげえだけど、ちょっとじゃあいろいろ出していきましょう。はい、ということでようやく、出してセッティング終わりました。まず細かく見ていきましょうか。まずはこちらですね。これ尋問ドロイドですね。エピソード4で出てきましたね。すごくね、未来的なドロイドの割に、ここに注射がついているっていうですね、ね、すごい違和感のあるドロイドですね。これ自体はすごく軽くて、こういう透明な棒に刺して、飾っておきますね。はい、続いてこちらがダース・ベイダーですね。エピソード4仕様なので、あまりヘルメットの光沢とかないですね。あとちょっとね、特筆すべきはこのマント剥いだところ。これベストみたいなの着てるんだね。エピソード4だとベストみたいなの着てたんですね。ちょっとこれ気づかなかったけど、うん、はい、顔はこのような感じになっておりまして、かなりよくできてるね。すごいですね。それでちょっとこのですね、口って言っていいのかな、この辺りに若干ウェザリングが施されておりますね。どうでしょうか。素晴らしいね。あ、ちょっとベルト曲がっちゃってんね。はい、このような感じで。ちなみにですね、マントは布でございますね。で、下の方にちょっと重りが入ってるのでずっしりときますね。それで手の部分なんですけども、ちょっと交換しました。もともとデフォルトではこの普通のグーの手だったんですけども、ライトセーバーを持ってる手に変えました。この辺りの服もちゃんとね、合皮でできてて、しっかりベイダーなんですよ、これ。素晴らしい、こういうとことかね。おすごいね、これ。すごい。足の方はこのような感じになってますね。前のこの部分はプラパーツでございます。ただ後ろは合皮になってますね。可動はですね、一般的なフィギュアと一緒で、首と肩と腕と手首、あと胸、腰もちょっと動きます。腰、あと股関節、膝、あと足首が曲がりますね。なので結構ね、しっかりとポージングできるのと思います。それで私知らなかったんですけども、このダース・ベイダーですね、ボタン電池入ってまして、背中に大きめのボタン電池3個仕込んで、でこのリモコン、これにも3個仕込んであります。腕に中くらいのボタン電池を3個、機械部分、これここに小さなボタン電池2個仕込んでありますね。これスイッチあるので入れてみましょうか。はい、こんな感じで光ってますね。若干光ります。はい、ではこっちの電源もオンにしてみましょう。で、この W のところがボタンになっているのでやってみましょう。いきます。あれ、なんかね、ずっとリモコンが光ってはいるんですけど、あとね、ダースベイダーの電池入れた時も音鳴ったんですけど、なんかうまくいかないですね。どうやったら鳴るんだろう。鳴りません。残念ながら鳴りません。なんで鳴んないの。すごくね、注意しなきゃいけないのがこのベルト部分ですね。これ私ね、取ろうとした時に後ろもマジックテープかなと思って引っ張ったんですよ。そしたらね、一部マジックテープだったんだけど、この留め金みたいなところがあって、それが布とくっついてて切れちゃいました、そこが。なんでね、これがね、ちょっとプランプランしちゃってるんだよね。すごくね、こういうところがね、もうちょっとしっかりしてればいいかなと思いましたね。簡単に切れちゃったんで、ちょっとショックでした、ここは。他はもうバッチリですね。もう完璧。まさにダース・ベイダー。手首パーツ変えてみました。こうちょっとね、手開いてる感じの手にしてみましたけど。いいですね。いいね。おお。うわ、これ
はいいね。いやこれ本物じゃない、すごい。はい、ということで今回はホットトイズムービーマスターピースのスターウォーズダースベイダーエピソード4でした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか、ダースベイダー超かっこいいなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。マスターピースシリーズは他にも欲しいものがあるので、またね、ちょっと機会があったら買ってみたいなと思います。はい、ということでやっていきましょう。コメント回答コーナー。はい、一人でやると寂しいもんね。ジュニアグレープさん、高評価押しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当嬉しい。高評価がね、うち少ないから。チャンネルまさこうさん、僕スターウォーズ好きなんですが、いまいちお母さんがどこがと聞くんです。どうしたら面白さ伝えられますか。これはね、面白くないと思ってる人に面白いっていうのを伝えることはね、難しいと思うんですよ。例えばスターツアーズに一緒に乗るとか、あとはもう映画館で見るからね、実際に見てもらわないとね、分かんないと思うんだよね。ただそれでも面白くないと思う人もいるかもしれないから、それはただね、個人の意見だから、お母さんであっても。なんで無理やりね、自分が好きだからってお母さんも好きになってよって押し付けるのはまた違うと思うので、まあ劇場一緒に行ってみて、面白かったって言ってもらえればいいかなというふうに思いますね。はい、ということで今回のですね、マスターピースのダース・ベイダーのコメントの回答はですね、この次の動画の最後の方で回答したいと思いますので、コメントいただけると大変嬉しいです。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。